新型コロナウイルスの感染拡大が止まりません。今日も県内では新たに72人の感染が確認されました。今月に入りクラスターの発生が相次ぐ県内では、特に重症化のリスクを抱える人が多い施設での予防対策が喫緊の課題です。一番懸念しているのは、医療施設ですとか、あとはその社会福祉施設、いわゆる介護施設だとか、そういうようなところで感染が広がるということをかなり問題視をしております。高齢者施設でクラスターが発生した場合には、もともと高齢者というだけで重症化リスクの高い方が一緒にいらっしゃっているということなので。県内では今日重症者が5人に増え、過去最多になりました。県は高齢者施設などではできるだけ早期に感染者を発見して適切な対応を取ることが必要だと考えています。高齢者福祉施設でクラスターが発生した場合には、医療現場が逼迫する可能性があり、この厳しい状況を受けて、先ほど午後6時から社会福祉施設でクラスターが発生した際の対応について話し合おうと、県医師会などの関係団体による対策会議が開かれています。会議は冒頭を除いて非公開で行われていますが、老人ホームなどの社会福祉施設でクラスターが発生した際の対応や行政との情報共有などについて協議するとしています。福祉施設の機能を維持しながらどのような対策をしていくべきか、対応が注目されています。